待って。うん。俺も好き。え、本当にいいの？うん。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい、はい、というわけで今回の動画は酔った勢いで告白を再現してみた。わあ。というわけで、はい、今まで動画で、うん、なんだろうな、プロポーズの話だったりとか、二人の出会いの話とかは、うん、まあ、ちょこちょこしてるかなって思うんですけれども、うんうん、告白の話？そう。は、まあ、あんまりしてないかな。そうだね。まあ、りょうに、アタック、うん、されて何回か断ったみたいなことはちょこちょこラジオとかでも話したりはしたんですけども、うん、それには実は裏話があるんです。今回それをまあ再現できたらなぁと思ってます。はい、はい、まず最初に、うん、いつ僕らがまあこういう形になったかという、うん、付き合ったかというと、うん、2016年の秋、うん、今から4年ぐらい前、そうだね、になるんですけど、うん、その時から何回かねデート重ねて大体飲み行ったりしてて、うん、でそこでねあのいろいろ話したりし、うん、してて、うんうん、なので今回、うん、それを再現したいと思います。はいはい、終了。どうかな。さ、はい、乾杯。はい、乾杯。乾杯。久しぶり。そうだね、久しぶり。どう最近？最近？うん。何？仕事とか順調？うん。順調。ああ、ならよかった。りょうさんは？俺も、やっと新しい仕事が決まって、あ、うん、なんかもう慣れてきたって感じ。そっかそっか。やっと。よかったよかった。うん。で、うん。どうなの？何が？何が？なんか、俺のこと、ん？どう思う？どう思ってる？え？相変わらず、友達な感じ？えん、あの、かっこいいと思ってるよ。本当に？うん。いや、それはもうそれで、なんか正直に嬉しいけど。うん、うんうん。なんかこの先とかさ。先？うん。そうだね。考え中か。先ね、どうなんだろうな。でもなんか、いつもそんな感じだもんね。うん。だってまだ22だから。まあ確かにね。やっぱ年の差とか気にするの？いや、そんなことないよ。でも、うん、やっぱ、初めてだから、あの、12歳離れてる人とかは、うん、どうなるのかな、みたいな感じには思ってはいる。そっか。うんうん。まあそんな変わらないと思うんだけどね。うん、気持ちはまだ10代後半とか20代前半だから、うん、いくら年取っても、うんうん、気持ちは変わらないとは思うんだけどね、うんうんうん、そうだね、うん、ひょうにょ、大丈夫？うん、大丈夫。結構飲んだね。うん、酔っ払った。結構飲んだね。うん。時間は？うん。大丈夫？そろそろ帰んなきゃね。うん。うん。待って。うん？どうしたの？帰りたくない。え？うん。いいよ。どうする？俺も好き。え？俺も好き。
え、じゃあ付き合ってくれるってこと？え、なんでいいの？いいの？え、だって2回断られたけど。でも好き。嬉しい。注意していい？誰もいないよ。いいよ。え、本当にいいの？うん。めっちゃ嬉しいんだけど。一緒にいいよ。俺と付き合おう。うん。うん、もちろん。うん。ひょにょ。はい。はい。というわけで、うん。実は、こういうことだったんです。ね、そう。初めてなんじゃないかな、こういうこと言うの。だってもうびっくりしたもん。だって、俺の方から、うん、デートの時にね、うん、2回くらい。うん、付き合ってほしいなっていうのを伝えてて、うん、でもちょっと翔ちゃんがってね、断られたっていう感じなのかな。ちょっと考えさせてほしいみたいな感じで、その時も、うん、好きだったんだけど、うん、いろいろ考えてたの。そうだね、考えてたかも、うんうん、え、なんで逆に最後さ、うん、自分から言おうと思ったの？もうこれ以上言われることないだろうなって思ったから。え？俺から？うん。そうなんだ。うん。ちゃんと言っとかなきゃなって思った。あー、うん。いやでも本当に嬉しかった。うん。あの時は。うん。え、だってまさか言われると思わなかったからね。本当に。そうだよね。うん。で、あの時も、なんか本当に、うん、翔ちゃんがトイレに行ってる時に、うん、言おう、また言おう、でも、うん、ちょっと何回も言ってるから、うん、ちょっと引かれたら嫌だなとかさ、はい、いやだ思うじゃん、はい、もうこれでもうデートもできなくなったら嫌じゃん、うん、嫌かなみたいな、うん、嫌だなとか、そういうのすごい思ってたから、うん、逆に翔ちゃんから言われると思う、うん、はい、はい、本当に。まあこんな感じで僕らはね、そこから始まったわけです、うん、はい。なので、まあ、参考になれば、と思ったりはしてます。確かにね。なので、動画を見てくださってる方たちの、はい、こういう告白しましたよとか、うん、されたことありますとか、うん、なんかそういうのも知りたいよね。ああ、知りたいね、うん。僕たちの告白はこんな感じでした。うん、でした、はい。はい。皆さんの告白のシチュエーションとか、うん、も、ぜひぜひコメントで教えてください。教えてください。はい。うん、というわけで、今回は、はい、今回の動画はここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。